はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールはハンタ忖度誘惑なんですけども、今日使っていくパーティーこちらというわけで、作ってきました。ラス枠4枠目ラス枠4枠目限定サボというわけで、必殺特性レベル12にしました。僕はね思ってました、このサボに可能性しか感じないと。同時期に出た限定うずいさん、あっちの方に注目行きがちなんですけども、いや僕はねこのサボマジで可能性秘めてると思う。必殺が 588%、 それで特性で、忖度 30% バフ入るんですよ。ほんで攻撃力数で2592、強いやん。んで友情で 29% ガードやで。これちょっと計り試練火力出るんじゃないかなと思うんで使っていくんですけども、1枠目炭治郎義勇さんにてバフしていきまして、サボは毒にキラーが出るんで、その毒何へ付与させるかっていうと、サスケこっちも友情レベル12にしてきたんで 74% のバフ &1000% の毒入るんで、これ付与していきまして、あとは限定ロー真冬先生っていうサボが、必殺で回復を持っているんで、今回は回復に、まあ、分厚く寄せたパーティーで、まあ、耐久パーティーですね、頑張っていく。さあというわけでやっていきましょうか、よろしくお願いします。というわけで相手さんも耐久パーティーですか、なるほどですね。もう先に言っておくと、ポイントアップ、知らん、誘惑ハンターハンター、知らん。まあ無理にポイントアップ積んで変なパーティーになるよりかは、もう振り切って何も入れないっていう風にやった方が勝率上がるんで、無理にポイントアップなんか 10%、15% みたいな、無理やりイベキャラ積んでやるよりかは、確実に 0% アップでもいいから勝つ方が、上に行きやすいので、僕は今週は、そんなん関係ないパーティーをこれから組んでいこうかなと思うんですけども、まあ1枠目で割られた、なるほどそういうことですか。ただしかしデクがいるんで素晴らしいんですけども、ここの、まあ、限定ローさんでもなかなか火力入るんじゃないかな。まあ弱体化刺さってるんでいいんじゃないかなとは思うんですが、こいつマジで頭おかしいよね。これで、合計22万回復ぐらいしながら、反撃ガード 60% 積むねんで。ほんで、攻撃バフも 120% ぐらい積んで、あの火力ってこいつおかしない。無双さんや。ただのゲスパティなんですけども、ここで5個割か。ここの5個割はちょっとやめてほしかったな。まあ、ここでバフ2つ解除するんで、耐久面はこっちの方が勝ってるとまあ思いたいんですけども、相手からこれでねあれ食らうんですよね、バフ回。なのでここで吸収したバフを解除されてしまいます。まあただしかしこれに関しては相手の自力のバフを相手が削ぐという、自らの肉を自らが削いでいくというね、これはすごく気持ちいいのじゃないかなと思います。今表現力気持ち悪すぎだね今の表現は気持ち悪すぎだ、ちょっと誠に申し訳ないんですけども、でもってここ3つありやろ、4つありか。まあ百鬼夜行発動、相手さんのジャマプチ君がニートというわけでね、新卒採用外れたんですかね。これは嬉しいこと、まっことなんですけども。ぶち割っていきまして、百鬼夜行発動していきながらの、これは待機打ち勝ってるんじゃないかな。相手さん115の幻突15か、なかなかきっついな。んで必殺ダメは乏しいですね、これは。素晴らしい。こちら側232%の、必殺ダメ、こちら側も乏しいな。これはどうなるか。まあ、サボ、
めちゃめちゃ強なったんで言ってくれるんじゃないかなと思うんですけども、いかほど。いいでしょう、この火力は。下手しい80、79万かそんな出えへんかった。まあ今日はこんな感じで頑張っていこうかなと思うんですけども、さっきの思いのほか火力出えへんかったな。ちょっと耐久に相手さん振ってたんで、ですかね。限定剣パチでやっぱり必殺でバフ回バフ吸収するやつおったら、まあそんな火力出ないですわね。ただ今回4枠目世紀末の成り上がりなんで、これはぜひとも買っていきたいなと思うんですけども、これは3枠目にキルヒエがいるということは、相手さんこれでもう3枠ぶっぱパーティーやな。で2枠目じゃなくてこちら側の3枠目限定真冬先生なんで、上からバチ殴られて終わるという状況だと思うんですけども、高校を幸いなことに取ったんで上からバフ吸収できる。なので耐久どうなるかですね。これは勝てるかどうかっていう感じやねんけど、ここのボルトでダブルバフ積むんやろ。ここのボルトダブルバフはちょっときっついもんがあるんじゃないかな。4つ割と、この全力クソぶっぱに僕の回復パーティーは勝てるんかな。一応3枠目で35万回復はするものの、これはね、先にデク発動やな。先デク発動をして着地をそっちにしていく。素晴らしい。5個割決まっていきまして、まあここで弱体化付与されるよりかはまあまだマシ、不幸中の幸いなんですけども、どんだけ入るこれ。うーわ、忖度なしボルトでそんな入んのか。あー、しかも邪魔プチくんが新卒不採用というわけでね。まあ面接にも行かなくて寝てたんで家で、そりゃそうやわなーっていう話なんですけども、本人曰く面接行ったって言ってるんですけども、24時間家にいたんでね、おかしいなと思ってたんですけども、ここに関しては相手さん5個割、ここの5個割さすがにきつないねえ。ここの5個割さすがにきつない。一応ここでバフ、3つ解除するものの、いやーさすがにきついもんがあるんじゃないか。相手さんバフは290でしょ。ほんで必殺ダメはこの52を据える感じかな。いや 290% か。これでは割るかどうかなんですけども、まあさすがに割らないでいきましょうかね。耐えてくれ頼むから。忖度かかってるとは言えても5個割やからな。100万削る？どう？あ、やばそう。何そのアホ火力、そんな削んの？なめてましたわ。今週のキルヒエってあんな火力入んの？それはちょっと恐ろしいもん見たな。で今回めちゃめちゃ高校取るというわけだな。このパーティー高校が有利なんでいいんじゃないかなと思うんですけども、3枠目のスザクってあいつあれじゃなかったっけ、ピカチュウの友達じゃなかった？また真冬先生上から殴られるんじゃん。恐ろしいことまっことなんですけども、ここに関してはまあいつも通りのムーブをするのみやな。いや今のキルヒエの火力ちょっと現実かと疑うぐらいに火力出たやんな今の。あ、耐久パーティーか。なるほど。忖度の耐久パーティーはね、ラスアクに忖度がいなかったらこれもう負けるんですよね。あ、相手のレジェンドまさかのシャンドラ？どういうパーティー？全く分からへん。相手のパーティーの意図するもんが全く分かんないんですけども。これは耐久パと思いきや、感電パのような気がしますね。感電パ？通常ダメパかな？いや、でもそうなったらここの、
悟空班がよくわからめっちゃ火力出るやん。ここの悟空班がよくわからへんねんな。ほんでもってここで、シャンドラの明かり灯していきまして、あ、ここでコロハン、ここでコロハンか。何そのつながり、奇跡つながりオツなんですけども、まあぶち割られていきまして、ここのコロハンは意味わからへんな。ラス枠でまくるんじゃないの。ここに関してはまあ百鬼夜行ブチブチ発動していきまして、先に全発かまして、これ2枠目のご飯で、やられたバフをこれ吸収できるんで、まあラス枠すんごい火力出るんじゃないかな。ここ耐えるやんな、いくらピカチュウのマブダチといえど。オッケー、素晴らしい。ほんでもって、ラス枠アドバンテージは回復分等々合わせたらイーブンかな。こっちの方がちょっと上取ってるぐらいかなという感じなんですけども、ラス枠等倍なので、等倍のサブはまあまあ火力入ると思う。でここの感電一応付与されてるんですけども、CPU の感電なので言うてそんな怖いもんないんじゃないかなと僕はそう思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、まあぶち割っていきまして、お掃除完了しました。お母さんと一緒なんですけども、相手さんバフは172の幻突銃、65、あ、これ通常ダメか、あ、必殺ダメなしかな。相手さんのレベル、あー、貫突か。こっちは296の必殺ダメめちゃめちゃ詰めております。76あるんで、これは気持ちいいの見れるんじゃないか。必殺4つ割りダメージ以下ほどなんですけども、いってくるよ。これは強い、めちゃくそ入った。オッケー、忖度かかってないのに132万、必殺4つ割り、これがやりたかったんですよ、ゲスパティですわ。今の気持ちいいもんが入ったな。ラス枠ザリン入れたんですよ、あのユーゴやめて、ちょっとザリンで必殺ダメちょっと上げていくスタイルにした方がなんか良さそうですね。なんじゃお前、たい焼きザコタって、お前泳げたい焼きくんの闇落ちバージョンやんけお前。ほんで2枠目でそんなん積んでる、2枠目のお前はちょっと嫌やったな、やめてほしかったなそれは。ここに関してはどうしましょうかね。まあ全部突破してからの割りポイントなんですけども、これはね、これはこうの方がいいかな。これで繋がった、素晴らしい。ほんで1枠目安定の誰やったっけ、スザクさんか。スザク強いやんな、ほんまにめちゃめちゃ欲しいわ。スザクゲットするかどうかで今後マジで変わってくると思うからな、今からでも取りに行きたいんですけどもね。でもってここに関しては、相手さんユーナさん弱体化解除持ってるんで、ここはまあ弱体化付与させんの別に意味ないムーブなんですけども、相手さんから飛んできますか。飛んでこないし、バフ回パーティーと。なるほど、これはちょっと厄介ですね。まあ3枠のユーナさんで攻撃バフは結構解除できるんで、ここのユーナさんのバチバフ、解除できるんでいいんじゃないかなと思う。ユーナさん次ね、情報修正されるからね。今でもこんな強いのにまた情報修正されるんでね、ちょっとユーナさんの時代が戻ってきそうな予感しているんですけども、ここで攻撃バフ回詰まれへんかった場合、限定ローの攻撃バフ、100% ぐらいをこれ吸収されるんで、ぜひとも解除してほしいなというお話なんですけども、どうですか相手さん、解除しますか。
しなーい。おんでジャマプチ君がニート、ジャマプチ君がゲスパティ。ただしかしここで全割かましてくれたら嬉しいんですけどもね。はい、とあ、残すか。そこ残されんのはちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですけども、そんでバカほど入る。なかなかに入っとんな。まあ一応据えたものの、回復もまあまあできている。アドバンテージは10万ぐらいですね。これはどうでしょうかね。ジャマプチくんがここで仕事してくれたらまだワンチャンあるんじゃないかなと思う。相手さんバフは334、必殺ダメはカスやな。500% か、貫突やな。こっち214の必殺ダメ、こっち結構モリンモリンに詰めているんですよね。いやー、忖度やからな、厳しそうな気もするんですけども。うわっ、あ、2個だけかもっと埋めると思ったけど2個だけかいな、お前。まあ、これはしゃあないんじゃないかなと思うんですけども、いやー、ここめっちゃ割られんな。で、17万回復やろ、定番の。あら、きっつい。4個あり。いや、どうやろう、どうですか。いや、無理ですかね。いくんじゃね、これ。お、これ、かったくない。あ、やめて、やめて。そう、今のサボの強み見せれたくない。これなんですよ、貫突サボマジで強えぞ。こんなまくりせえなんのか。やっぱりラスト1回やっていくんですけども、やっぱりあの 588% と血統忖度 30% バフやもん。そりゃこんな入るわ。あんで先行と2枠目におる、お前なんでなん。2枠目でも強いんこいつらは。あ、ごめんなさい、こいつらは。僕はね、なんせキル&ヒエを持ってないんでね、まあ、今週どういう活躍を見せるんかはよくわかんないんですけども、2枠目にも置いてんのか。で、ナックル3枠目やろ。友情技にナックル積んでるんかなと思ったらそうじゃないからな。ちょっと相手さん猛者の方っぽいんでね、ムーブ見ものなんですけども、ただらしいパシー、ラスアクゴンキルがいらっしゃるんで、しかも高校取られたんで上からバフ回を積まれるんですよね。なかなか厄介なんですが、5個割決まっていきまして、レジェンドじゃなくて弱体化は積まれないと。ただここでめっちゃダメージ入りそう。回復が勝つか火力が勝つかですね、この勝負は。あー、相手さんの友情技がなかなかゲスパティでしたね。今のは5個割かな。ここの5個割キッツイもあるんじゃない。大丈夫ですかこれ、怖いんですけども。はい、予言通り、予言者と申します、よろしくお願いします。ただこれ回復、回復これ勝つんじゃない。ここでなんか急に重なった。さすがにここ弱点属性ですし、35万回復もするんで、いや、なんとか言ってくれると僕は思うんですけどもね。まあ、ぶち割っていきましてと。でもってここでバフ回積んでるか。なるほどですな。でもって17万回復 29% ガード、もう全力クソぶっぱですね、それは。バフ回されたんですが、あんたさんのバフをもらっていこうかなと思う。確かナックルって血統忖度バフ入りますよね。そんで相手さんおそらく猛者の方なんで、必殺レベル12だと思われるんで、これ75%ぐらいのクッソバフもらえたんじゃないかな。うーわ
わ、ジャマプチくん。相手さんのジャマプチ石油王でしたね。これは僕のジャマプチくんも見習って石油王になってほしいなと僕はそう思っているんですけども、まあ、百鬼夜行発動していきまして、ここ忖度なし同士で弱点取ってるんで勝てると思うけどな。151の必殺ダメ乏しいかな。うん、乏しい。こっち370、あーでもバフかい積まれるか。どれが解除する、110解除されるから、260か。260の必殺ダメモリンモリンでしょ。うん、これはワンちゃんもツーちゃんもあるんじゃないかなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、28万回復。ぬるいぬるい、そんなんで追いつけると思うなよ、サボの火力に。ダメージいかほどなんですけども、弱点サボの脅威の力ミッシャン、お前やばいですわ。はい、クソ強え。